はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カインドレスです。今日なんですけども、はい、スニーカーズの方でね、朝から、ボルトの方ですね。そうですね。はい。ボルトゴールドの方の、はい、まあ、エアジョダワンなんですけども、チャレンジしました。そうですね。そちらの結果の方とですね、はい、ドレイク情報がいくつか。そうですね。はい。ドレイクがナイキとやってるノックタってあるじゃないですか。はい。アパレルは紹介してるんですけど、はい、ちょっとスニーカーの方が出てきまして。あ、そうなんですか。はい。それ以外にですね、はい、またアパレルの続報があるんですけど、はい、それと、今年の初頭発売予定のナイキ SB ダンクと、はい、あと、この間紹介しました、ナイキダンクローのチャイニーズニューイヤーで、エアクラッカーってあったじゃないですか。はい。あれのね、ちょっと続報といいますか。あ、そうなんですか。はい。やっていきたいなと思うんですけど。はい。はい、あと、音楽情報があるんですか？あ、ありますね。はい。はい。このチャンネルではスニーカーや発車に関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけども、はい、朝からね。そうですね。今日でも抽選じゃなかったんですよね。はい、そうなんですね。エアジョーダン1ハイ。ちょっと意外でしたね。はい、エアジョーダン1ハイオーディの、はい、ボルトゴールドなんですけども、はい、抽選ではなかったんですけど、まあ一斉発売とかな、なんて思ってましたよね。はい。しかもそこまで、これね、人気がないのかなって思ってたんで、そうそう、その前にしかね、あ、はい。もしかしたら買えるのかっていうのを思ってたんですけど、まあ僕以前お話してるんですけど、この中端のね、この、まあ透明の TPU 素材が使われているもので、まあナイキエアって書いてるものが、こう、なんていうんですかね、表と、裏側が逆になってて、うん、素材のね、表記とか、前の方に着ているデザインになってて、うん、まあ全体的にあと、終端の部分とサイドソールの、まあ、黄ばんでて、なんかちょっと、まあ、ユーゾ感のある感じで僕ちょっと欲しいなって言ってたんですよ。うん、で、まあこれあんまりちょっと人気ないのかなと思ってたんで、まあ、久しぶりにちょっとスニーカーズの方で、ゴッテムさせていただけるかなって思ってたんですけど、はい、まあ9時になりましてです。まあこういった形で、まあ、まあ、順番待ちっていうふうになりまして、いつもまあこう、点々点々ってなりまして、うん、その後すぐに保留になったんですよ。うん、ただね、何回もね、アプリの方立ち切っては、立ち上げてもですね、全然ね、保留中から結果が出なくて、うん、結構長かったんですよ。はい、で、ちょっとまあ僕忘れてて、9時ね、13分ぐらいになった時に立ち上げた時に、こんな形で売り切れと、出てきましたね。はいはい、その後ね、いつもだったら、サイズちょっと変えて選ぶことってできるじゃないですか。はいはい、もし、0.5 センチぐらいであれば、うん、もしあるならば、もう一回挑戦者ができるんですけど、すぐにその後も看板に切り替わりましたね。ああ、そうなんですか。はい、なんで返すでしたね。すでに、海野さん立ち上げたのが遅かったから、看板に、まあ、その時終わってたんでしょうね、多分。はい。もっと早く多分売り切りが出てたと思うんですけど、はい、まあそんな形で買えるかなと思ってたんですけど、買えずでしたね。はい。まあ僕の方なんですけども、はい、同じく挑戦しましたね。これです。あ、売り切れと。売り切れと。いうことですね。ダメでしたね。はい。僕がね、ダメだったわって言った4、5分後ぐらいに、フィアレスから LINE が来てて、あかんわって一言だけ。抽選じゃないから通知来ないじゃないですか。ああ、そうなんですよね。何回か自分でアプリ立ち上げ直して、はい、メールで確認できたりするわけじゃないよね。そうなんですよね。はい。これ、永遠にね、例えばその申し込んでから、その日、立ち上げなかったら、わかんないですからね、結果。あ、まあまあまあ。はい。まあ、それはないと思うんですけど、見ないっていうことはないと思うんですけど、うん、なんですけど、結構無理でしたね。なんかね、はい、意外と難しかったなと。そうですね。はい、一応ね、お昼頃に、アクターマーケットも見たんですけど、うん、まあ、2万2、3000ぐらいかなっていう感じではありましたね。ああ、そうなんですね。はい。はい、以前、エアジョーダンハイ OG のライトスモークグレーが発売された後に、うん、まあ、大体、アクターマーケットの相場はそれぐらいだったんで、うん、まあ、そこまで、まあ、1割ぐらいですかね、定価がついてるっていう感じなんですけどね。なるほど。はい。僕ね、ちょっとスニーカーズの方、はい、去年のジブリ以降変えてないんですよね。はい、それを言い出すとですね、うん、僕、去年の9月ぐらいから変えてないですよ。あ、マジですか？はい。これ3月までもし変えなかったらもう半年ぐらい空きますからね。そうです、ね。先ほど言いました、エアジョーダンハイオージのライトスモークグレーが、スニーカーズで最後にゴッテムできたのが最後でしたね。うん、ああ、なかなかちょっと買わせていただいて、ね。そうなんですよね。買えなかったんでね、ちょっとね、僕もヒアリスも今、ちょっと今日元気ないっていう。まあ、ゴッテム画像上から落ちてくるの見たいんですけどね。はい、ああ、そうなんですよね。はい。まあ、今回、はい、泊まる無事に、ああ、そうですね。ゴッテムできた方、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今年最初のね、ヒアリスのハイオージーなんですけど。そう、それはね、まあ、見事。ね、ゲットできた方が羨ましいですね。はい。まあ、来月もね、エアジョーダンハイオージー、まあ、ウィメンズなんですけど、はい、ブラックメタリック、シルバーとか発売されたりするで。ああ、あります、ね。まあ、ウィメンズなんでね、もしかしたらフィアレスちょっとサイズが、ないでしょう、ね。厳しいかもしれないですけど、あれめちゃくちゃかっこいいっすよね。そうですね。はい。僕もしサイズがあればですね、ちょっとぜひともまた狙っていきたいなと思ってるんですけど、うん、今月発売されるエアジョーダンハイオージーは、まあ、これが最後かなっていう感じですかね。はい。まあ、エアジョーダン4とかね、
月末に控えているので、うん、まあ、ちょっとそれは楽しみだと思うんですけど、またそっちの方に関してまた僕らご内緒にしていこうと思っているので。そうですね。はい。はい、まあ、あの今年、はい、また発売される予定のですね、あのエアジョーダンシリーズをまたあの、はい、まとめるのを、ね、あ、そうですね、第3弾としてやろうかなと思っているので、はい、またあの気になる方はチェックしていただきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。続きまして、あの、リーク情報になるんですけども、はい、あの、アーティストのドレイクと、そうですね、ナイキ、これ、ホットステップエア、テラノクタっていうんですか、はい、ホップステップジャンプって今言いそうになりましたよね。まあちょっとね。あ、そうなんですよね。まあこのホワイトのスニーカーになるんですけど、はい、見てもらってる写真っていうのはね、今、おそらくレコーディング中だと思うんですよ。はい。で、その時彼が履いている足元を見てもらうと、ホワイトのスニーカーで、これがね、今年の秋頃に発売されるんじゃないかって言われてるもので、はい、今、彼がやってる、ナイキがやってるプロジェクトでノクタってあるんですけど、はい、ノクタで、これ、何ですか、ナイキとのコラボのスニーカーになるって書いてましたね。はい。よく見てもらうとね、これ、90年代に発売された、エアテラフマだったじゃないですか、はいはい、あれとね、エアマックス95を融合したかのようなデザインだなっていうふうに海外のスニーカーデザインで書いてましたね。ああ、はい、それでエアテラノクタテなんですかね、っていう名前だと思うんですけどね、はい、まあ、ホワイトでおそらくこれオールレザーですよね、はい、そう、見てる感じはちょっとごついかなっていう感じもしますけどね。そうですね、はい、まあ、これ以外にちょっと情報が出てきてないんですけど、今海外のリークアカウントサイトであったりとか、海外のスニーカーゲーサイトはこれがね、今年の後半といいますか、まあ、秋冬頃に発売されるんじゃないかっていうふうに書いてましたね、はいはい、ちなみにこれ今ちょっとレコーディングの風景の写真なんですけど、まだ発売されてない、1月に発売されるんじゃないかって言われてるドレイクの新作で、サーティスファイドラバーボーイってアルバムがあるんですけど、うん、それのレコーディング中だったのかなってちょっと思ったりとかするんですけど、ね、その時たまたま履いてたのかなってちょっと思うんですけど、はい、じゃあノクタの続きでちょっとね、ちょっと見てもらいたいんですけど、2月の23日に、ノクタ .com の方で発売される商品がありまして、これ以前にも話したんですけど、まあ、こういったナイロンジャケット、ブラックのものであったりとか、はい、あとキャップと、まあ、ベストなんですけど、はいはい、このベストに関してはなんかドレイクが私服で着てそうな感じだなという気がするんですけどね。彼たまに T シャツ1枚の上にこういったね、まあ、このノクタのものではないんですけど、クロズムハーツのですね、あの、なんていうんですかね、レザーのベストとか着てたりすることとかあるので、まあ、彼自身がこういう T シャツの上にこういうベストを合わせる感じが好きなのかなっていう、まあ、それを落とし込まれてるデザインじゃないかとちょっと思ってるんですけど、はい、まあ、これが2月23日にノクタ .com に発売されるんですけど、もしかしたらまたノクタで発売された後にスニーカーで発売されると思うんですけど、これナイキとの一応コラボになっているので、なんていうか、はい、あの、よりスポーツ色が強いというか、あ、そうですね、感じになってますよね。はい、このブラックの、ナイロンジャケットに関してはなんかずっと着れそうなデザインかなと思うんですけどね、そこまで黄色のラインとか入ってないので、うん、まあ、広く使えるのかなってちょっと思ったりするんですけど、はい、まだこの辺情報が分かれば、そうですね、はい、こちらご紹介したいと思うんですけど、はいはいはい、続いてナイキ SB ダンクロープロの、はい、クラブ58、そうですね、はい、まあ、以前にもねこれちょっと見てもらいたいんですけど、持ってる方のところいくつかありまして、その後ちゃんとねもっと見やすい、投稿といいますか、フォトショップにもうちょっとこうなんていうんですか、綺麗に見せてくれてる写真が投稿されて出したんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、以前にも話したんですけど、この58点に番号が入っているナイキ SB ダンクが発売されるんじゃないかと話してたんですけど、まあ、以前発売されたもので言うと、ナイキ SB のものでグリフィーってあったじゃないですか。はい、あれもね、一応フィフティエイトって数字入ってたんですけど、ナイキ SB ダンクローもまあ58って書いてまして、うん、これ、あの、以前発売されましたブルーフューリーでしたっけ、ブルーファーリーでしたっけ、ナイキ SB ダンクです、あったじゃないですか。フィアレス持ってると思うんですけど、はい、それにものすごく似てますよね。まあ、色はね、はい、まあ、ブルーと、あっちの方がだいぶ濃いですから、ね。ああ、はい。まあ、今回はこれ水色と言いますか。うん、っていう感じなんですよ。ちょっとね、汚れがまあ目立つかなっていうぐらい淡い色の、まあ、スエードなんですけど、うん、はい、まあ、こういったものが2021年の初頭に発売されて来てました。詳細な日程っていうのは来てないんですけど、はい、まあ、今後まだ情報が出てくると思うんですけどね、うん、持ってる方の動画結構多かったんで、はい、はい、まあ、発売された僕ちょっと狙おうかなと思ってるんですけど、ナイキ SB ダンクに関しては全然書いてないんで、はいはい、ぜひともね、なんか維持で一足持っておきたいなじゃないですけど、うんうん、っていう感じがするんですけどね、はい、まだこの辺情報が分かれば、はい、こちらご紹介したいと思うんですけど、はい、はい、続いてあのナイキダンクローのチャイニーズニューイヤーですね。そうですね、はい、あの、以前の動画で1月22日じゃないかっていう話してたんですけど、うん、1月28日っていう出てきてたのはですね、どうもアジアリリースがそれになるんじゃないかっていうことらしいんですよ、ね、はい、はい、でちょっとね、まあ、以前ご紹介したこのチャイニーズニューイヤーのファイヤークラッカーで、まあ、日本語で言うと爆竹なんですけど、この爆竹がですね、まあ、ファイヤークラッカーがですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、これね、ボディの
あのメッシュじゃないかって思われてたデザインのものあったじゃないですか、はいはい、メッシュのになってるかのように見るんですが、あれドットのねデザインになってまして、はい、そこを引きちぎってもらうとこういったね下地のアートワークがありまして、こういうふうに見えるということなんですよ。あ、以前ご紹介しましたエアジョーダン5のチャイニーズニューイヤーもあれ引きちぎったら下にアートワークがあるっていうデザインなんですけど、うん、今回のダンクもねそういったふうになってるんですけど、はい、これ引きちぎった方がいいっすね。僕ね、この、はい、でも赤の方より黒のアクセントになってるやつ、はい、はい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 、の方がいいですけどね、はい、この引きちぎった時の何ですかね、生地の何ですかね、バリっていうんですか、うん、が逆にデザインが効いてていいかなと思ったりするんですよ、ね、デザインっぽくなってますよね、はい、これが逆になんかデザインとして成立してるかなと思うんですけど、なんか柄の入った縁取りのような形になってて、ね、あ、そうですね、はい、一応アジアリリースの方が1月28日になってるので、まだ今後まだこの発売の方の情報が分かれば、はい、はい、ここでご紹介したいと思うんですけど、はい、はいはい、いや音楽情報ですかね。はい、ありますね。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、あの以前がご紹介してますあのフェニックスっていうフランスのバンドがありまして、はいはいはい、フェニックスっていうのは、まあ、フランスのね、まあ、あのニューウェーブバンドで、うん、ボーカルの、まあ、席は入れてないんですけど、はい、奥さんっていうのが、まあ、映画監督のソフィア・コップラで、うん、まあ、ソフィア・コップラがこの間、ビル・マーレイが、父親の役で娘のね、なんか浮気相手の、まあ、なんていうんですかね、探偵みたいなことをして浮気してないかどうかをこうチェックするっていう映画があったんですけど、はい、そのオン・ザ・ロックスっていうんですけど、そのね映画のサントラを、フェニックスが一応担当してまして、はい、アイデンティカルっていう曲をね一応こちらご紹介したことあるんですけど、うん、その曲が含まれるかどうかは分かんないんですけど、今スタジオにフェニックスが、入ってるらしくて、はい、新しいアルバムもね今制作中らしいんですよ。お、はい、5年ぶりですかね。でね、その新しいアルバムの内容っていうのが、うん、ハードロックであったりとか、うん、カントリーの音楽をちょっと取り入れてるような感じにしてるって言ってて、はい、でデビルのユナイテッドっていうアルバムがあるんですけど、はい、その感じに近いらしくて、でそのユナイテッドっていうアルバム結構ね彼らのデビューアルバムで、うん、結構称賛された、アルバムだったんで、ちょっと楽しみだと思うんですけどね。なるほど。以前お話したんですけど、僕、フェニックスがこんなにバンドが大きくなる前に日本に何回か来日しまして、はい、心斎橋の、クラブクアドロでね、はい、見に行って、ね、これぐらいの距離で見てるんです。僕一番前で見てたんで、まあ、今じゃもう多分それは無理だと思うんですけど、うん、っていうのもあって、まあ、思い出のある、バンドなんで、ちょっと私はもう楽しみだと思うんですけどね。はい。はい、以上です。はい。またね、はい、今日はちょっとオンラインチャレンジ失敗に終わりましたけど、そうですね。はい、今後もまた続けていきますし、はいはい、そうですね、また、またジョーダンシリーズのね、今年発売されるのもまたもですね、あ、そうですね、紹介していこうかなと思っておりますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.